これは伊集院社長と彼のもとに集まった社員たちが仕掛けていく広告会社の活動記録。ブレイクの可能性を秘めたエンターテインメント業界をバックアップしていく新たな試みである。はい、全員集合。社長、どうしたんですか。今日はスケジュール通りに行くと完全なオフ日でございます。そうだね。このままでいくと労働基準法に引っかかりますよ。もうね、1年も終わりだから、まあ我が社のなんつったらいいのかな、ささやかな忘年会、君たちのこうなんていうのかな、お疲れさん会、そういうのを開いてあげようと思って呼んだんだけど、ただ上がりだけはやっぱり労働基準法に引っかかるから、今日バイバイ。だもう宴会場用意してるから、こっちでおいで。今日は本当怪しい。おい、あいつ場所分かってんのか。今回訪れたのは世田谷区にある三河の湯。ではくつろいでいただきましょう。乾杯。お世話になりました。お世話になりました。ね、やっぱりね、本当ね、僕はね、会社が一丸となるためにもこういうね、慰労会忘年会系はやんなきゃいけないと思ってるんだ。お食事の方が、あの私の目に間違いがなければ、お食事ないんですよ。忘年会イコール豪華な食事みたいな。この笑顔は、ね、用意してるよ。早速呼んじゃおうかな。おい、食事。一人前でいいかなと思ったんだけどね。やっぱりね、俺たち順番ね、社長、秘書さん、会社にはルールがあってね。そうですね。から社長が3人前で、私たちは2人前あるんですよね。まさかお一人で食べてるわけじゃないですよね。お一人で召し上がられてるわけではまさかないですよね。食事がないことに猛抗議する社員たち。それに対して社長は、君たち用にさ、別の料理まで用意してんのにそんなに責められちゃうんだ。なんちゃってなんちゃってだよね。なんちゃってだよね。やっぱなんちゃってだよね。来た来た。伊勢海老。伊勢海老。あ、いやなんか、あ、この子伊勢海老嫌いなんだ。食べるんだ。かわいい。いやいや、かわいいは無理あるだろこいつ。さて、縁も竹縄ということで、豪華料理争奪ブレイクオーゲームバトル、イエーイ。やーだー。ということで、ガチンコゲームバトルがスタート。もちろん勝者のみに豪華料理が振る舞われます。1回戦、太鼓の達人叩くんでドドンガドン対決。第1回戦はこちらのソフトのミニゲーム 100m 走で対決。タイムの速い人が勝ちというシンプルなルール。まずは桜木対あがりた。位置についてよーい、どん。よいよを発表します。はい、桜木9秒59、あがりた9秒54。あー、痛いに近づいたわ。お次はこの2人、あがりたを抜くことができるのか。ただいまのレース、村田13秒06、素晴らしい。黒沢9秒34。優勝は黒沢。やったー。うわ、すごい。うわ、
しい、すっごいこれ、すっごい、すっごい、素材の味を存分に生かした伊勢海老の生き作り、目で舌でご堪能ください。生きてたやつ、生きてたやつ、そうだ、さっきまで生きてたやつ、すごいよ、ガッツといきますよ。じゃあちょっとこのツヤが美味しい、すごい新鮮、すごい新鮮、すごい新鮮、いい性格が出てるね、うん、出てる、そう、プリプリ、マジでもう一回行った方がいい、もう一回行った方がいいよ、買ったんだから、買ったんだから行った方がいいよ、絶対、そっか、ね、本当にプリプリじゃない、こっから出て本当にもうなんかわー、第2回戦はこちらのソフトのパーティーゲーム、モンキーファイト2で対決、4人同時に戦い、ポイントが高い人の勝ち。注目の料理は分厚い牛ヒレ肉、よーいスター、よし、はい、よし、先輩と先輩は関係ないからね、赤ちゃん黄色よ、赤ちゃん黄色よ、いけ、どいて、どいて、どいて、ちょっと蹴らんか、蹴りが蹴ってるんだけど、蹴らんか、私の肉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 、肉は誰にも渡せない、こちらの牛ヒレステーキを心ゆくまで味わってください。食べてみて、食べてみて、食べてみて、こうやって中身見せて、うわあ、もうほらミディアムレアよ、いただいちゃって、いただいちゃって、お味はどうですか、ちょっと、あのバカの葉の味がジュジュジュ味で、なんもやわらかいの、てんな、てんな、お肉、よーい、スタート。次回は女たちの戦いもヒートアップ、さらに色気たっぷりのニューヨークシーンも満載です。お楽しみに。この番組はエンターブレイン任天堂と、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゲームキューブ、しか味わえない感動がある、任天堂ゲームキューブ、ゼルダの伝説、風のタクト。壮大なるロマン、空前のスケールで描く超大作、アルゴスの戦士、競馬がやってくる、育てて乗っちゃえ、ギャロップレーサー6レボリューション。ゲーム業界最新のトピックス、ファニトゥニュースエクスプレス。まずはちょっと奇抜な PS2 ソフト、トマックを取材。今回はサンソフトさんの方から、一風変わったゲームが発売されるということなので、こちらにやってきました。ということで、東郷さんにお話を聞いてみました。どういうゲームなんですかね。ですね、こちらの、はい、トマックっていうゲームなんですけれども、はい、こちらの、鉢植えに生えた、うん、女神様の、うん、とコミュニケーションを取るっていうゲームなんですよ。 PS2 ソフト、トマック、セーブジアース。ある日、愛の女神エビアンが人間界に降り立つ。しかし彼女は首だけという不思議な姿。果たして異性とのコミュニケーションから真実の愛を芽生えさすことはできるのか。こちらどういう風に進行していくんですか。基本的にはですね、はい、彼女とコミュニケーションを取ることで、まあ、進行していくんですけども、はい、まあ、彼女に、まあ、ご飯を食べさせてあげたり、水をあげたり、あとは、はい、ですね、まあ、おしゃれをさせてあげたりとかもしますし、おしゃれをさせてあげたり、それで、まあ、そういうパターンも含めて、彼女の表情が数百種類ぐらい入ってますね。そんなにあるんですか。はい、なんと女の子のグラフィックが数百種類も存在。
その時々の表情を読み取り愛を育んでいこう。これ主人公エビアンっていうんですけども、はい、エビアンっていう名前でちょっとピンときた人いるかもしれないんですけども、うん、これ他に出てくる神様の名前ですね。韓国の飲料水の名前なんですよ全部。なんでですか？これ実は、まあ、このゲームなんですけども、もともと韓国のシードナインという会社が、はい、韓国のゲーム賞で、うん、もう自社のプロモーション用にタダで配ってたソフトなんですけれども。じゃあ韓国で、ええ、もう元々こういうゲームが。そうなんですよ。まあ、配布した時にすごい反響がありまして、うん、それがインターネットで全世界に、アメリカとかカナダとか、まあ、もちろん日本にも。それじゃあもう世界のユーザーからのお墨付きソフトということで。そうですね、はい、期待ですね。で今回なんですけども、はい、購入していただいたお客様に、あーかわいい、なんですけども、この、しゃべる目覚まし時計をプレゼントしています。そして主人公の声を演じる榎本敦子さんのトークショーを開催。ご覧の店舗でソフトを購入した方にイベント参加のチャンスがあります。皆さんぜひ来てください。期待の一品ということで、はい、はい、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バーチャファイター4エボリューション。今回のバーチャはとにかくすごい。まずは戦いを有利にするアイテムの数が激増。しかもミッション、争奪戦、ショップなど入手方法も多彩に。さらに好評だったトレーニングモードもパワーアップ。アーケードに勝ると劣らないグラフィックで再現された格闘ゲーム。時にあがりだ君、はい、例のローライダーの件だけれどもどうなってるのかな。はい社長、社長に先週言われた通り、ローライダーの世界を知るためにこの村田がローライダーショーに潜入してまいりました。はい、とってもゴージャスなショーでした。ローライダーの世界を探れ。今日はローライダーの魅力を探るべくここ幕張メッセにやってまいりました。幕張メッセで行われたザ・ローライダーカーショージャパンツアー2002。各地からカスタマイズされた自慢の車たちが集結。アメリカ生まれのローライダー、近年日本でも人気急上昇。来場者にローライダーの魅力についてインタビュー。ローライダーの魅力とはズバリ、あ、かっこいいことですね。かっこいいところ、はい、奥様、奥様は若い奥様、いや、かっこいい。かなり凝ってるやつから、はい、まあ、シンプルなやつまで、はい、結構みんなこだわって結構いろいろやってるみたいなんで、はい、やっぱ凝るっていうところが魅力ですかね。そうですね、まあ、人それぞれのこだわりをやっぱり貫き通した方がいいと思うんですよね。こだわり、はい、じゃこだわりが魅力ということで、ですね、彼女さんのこの衣装がとても私気になるんですけれども、結構売ってる服だと、はい、ブランドとかあって、はい、みんなと被っちゃうんですよ。あ、だから被りたくなくて自分でいろいろ探してたらこんなになっちゃった。すいません、ですね、今日は展示されてるんですよね。そうです。どの車が？その青いの2台です。あの青いの2台、はい、ちなみにですね、この車にかけてる金額とはズバリ？金額ですか？はい、もう給料ほとんどずっと突っ込んでるんで、もう、お給料全部、はい、もうお家一軒建つぐらいじゃないですか。家建ててくださいよ。いや、家よりもやっぱり目立つ車ですね。その頃、駐車スペースでは今回の目玉イベントが始まろうとしていた。その名もホッピングカーショー。これぞローライダーの極み。驚きのパフォーマンスが行われていた。一方、ステージ周辺では異様な雰囲気が。それもそのはず、客船美自慢の女性たちによるホットレッグコンテストが繰り広げられていたのだ。ローライダーカーに負けないパフォーマンスで場内もヒートアップ。このイベントを見てきて、私にも少しローライダーの魅力が分かってきました。皆さんはどうだったでしょうか？もうインタビューした人全てが僕の友達にはいないタイプの人だね。ですよね。まあいいんじゃないかな。はい、でも今回はまだまだ入り口にすみません、次回はさらにローライダーの魅力に迫ります。次回はもっともっとディープなローライダーの魅力に肉薄。
このコーナーは社長自らゲームの面白さを伝えていくとともに新たな人材発掘をしていくドキュメンタリーである。その名もニュー禁断の社長プレイ。そして今回社長が取り上げる懐かしいゲームはファミリーボクシング。ボクシングゲームの元祖ともいえる一本、派手なアクションに誰もが度肝を抜かれていた。このゲームは覚えてんな、俺川越のロジャースで買ったんだよね。それでもうその当時の社会に対する怒りを全部ぶつけていたのさ。ジャブジャブパンチパンチ、そう俺成人式。ようこそ。お願いします。間の悪いタイミングで入ってきたのは本日の生贄、広瀬舞ちゃん。ファースト写真集マイセブンティーンズレターも絶好調の彼女。ダンス、ボーリング、手話に英語と多彩な趣味の持ち主。今日はどんな社長プレイが待っているのか、早速面接開始。将来は何になりたいの？アナウンサーみたいに、海外の俳優さんとか女優さんとかに、インタビューするじゃないですか、来日とかした時で、それやりたいです。え、例えば海外の俳優で会いたい人とかいるわけじゃん。今、ブラッド・ピットです。ブラピだ、ブラピ。ブラピにパッとあったら俺をブラピだと思って訪ねてみてよ。何か、ブラピが来日よ。ブラピ来日。My name is Brad Pitt. I'm fine, thank you. And you? Hello. Hello, 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 hello. How many books do you have? How many books do you have? Two. Two?Two? Yes, two. Two. Oh, yes. 社長もタジタジ。ごめん、俺が英語できないから。俺が英語できないから、このシミュレーション難しいわ。難しかった。俺の英語今中1だもん。ニュークラウンだもん。ニュークラウン、レッスン2ぐらいだ。普通ぐらいだもん、なんか。終わっちゃってるわ、すでに。あー、やべ、なんかあいつ、いいジャブってきやんな。よし、よし。よし。よし、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 すっげえな地味なテレビ。よし、この間回復回復この間回復するんだぞ。俺負けてる、もしかして。お、俺負けてんじゃん。勝ってる。おー、やばい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 、まあよかった。よしよし、なんで俺こんなやられてんの。よし、あと一発ぐらいで行かれちゃうんだ。あ、勝った。社長、まさかの敗北。そしてもうこのコーナーやめる。もういい。すごい。このコーナーやめる、もこの回もオンエアしないもん。まいちゃんすごい。まいちゃんのデビュー戦は2ラウンド KO だったよ。すごかった。だからそのご褒美にね。はい、じゃあ社長である私からお洋服をプレゼントしよう。彼女が着ているのはゲーム「ガンバレードマーチ」の女子用の制服。彼女の魅力の前では君のハートが蜂の巣状態に打ち抜かれるぞ。じゃあ手話で、何かメッセージをください。いいですよ。俺も分かんないですから。今もう今日の撮影してて自分が思ったことを手話でちょっとやってみてください。地味だ。出た出た。じゃあもう一回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 俺だいて出た。だいてだよ。だいてだいてで出る。すっげえ。君すごいいいけども、僕には妻もいるんで君を抱くことはできない。だけれども君の気持ちだけは受け取った。撮影終了。すっごいすごめんね、なんかね。いや何ですか。いや大丈夫、事務所的にあんな、はい、だいや今日は、いい天気ですね。今回社長自ら撮影したお宝写真を1名様にプレゼント。宛先は番組の最後で。そして当コーナーでは出演者を大募集。コスプレ着用が可能な女性であればどなたでも OK。 ゲームブレイク広告者はあなたをブレイクさせます。 XBOX
ストのアンリミテッドサガ攻略ハンドブック、徹底攻略ゼルダの伝説風のタクト、テイルズ2も連続攻略、新作対策大攻略。私は男にはなれないが鬼にはなれる。新選組の誠の剣が京都にはびこる魔物を斬る。機動新選組燃えよ剣、12月26日発売。 This week Game Ranking。 まずは今週の10位からカウントダウン。ルーム10、 K-1 ワールドグランプリ2002、それともゼロ胸バンナか。ルーム9、太鼓の達人タタコンでドローンがドン。ルーム8、マリオパーティー4。ルーム7、仮面ライダー龍騎。ルーム6、バイオハザードゼロ。ルーム5、ダーククロニクル。ルーム4、ルパン三世魔術王の遺産。とここで今週もお送りします過去の名作を振り返る。今週は8年前のトップ3を見てみましょう。第3位、バーチャファイター。セガサターンのキラータイトルとして同時に発売、売り上げに貢献した名作。第2位、かまいたちの夜。サウンドノベルという全く新しいジャンルを確立させたパイオニア的作品。第1位、スーパードンキーコング。スーファミとは思えない驚異のグラフィックに当時は脱帽。世界中でヒットしたアクションゲーム。続いては今週のトップ3。ナンバー3、初登場でランクインは SD ガンダム G ジェネレーションネオ。資金繰りに困った時は敵を捕獲しよう。ステージクリア後に効果が出るぞ。ナンバー2、ポケットモンスタールビーサファイアがワンランクダウン。たった1周でミリオンセラーを達成した人気タイトル、ダブルミリオンへもあとわずか。 This week number 1、初登場でトップ1に輝いたのはテイルズオブデスティニー2。前作の初回販売台数をあっさり抜いてしまった期待のアクション RPG。 貴様を誇る、この俺の一撃クリティカルブレード。次回はどんなタイトルがランクインするのか。 See you next week。ゲームブレイクが始まって早3ヶ月、数々の依頼を受け PR 活動を展開してきた。そんな中、今年最後の依頼が舞い込んできた。今日はロジクールさんに来ました。ロジクールさんって一体どんな会社なのか、ちょっと見てみたいと思います。聞き慣れない名前の会社だが、一体どんな依頼なのか。今回はゲームブレイク広告社にご依頼いただきありがとうございました。早速ですが、どんなご依頼なんでしょうか。はい、こちらはですね、ロジクールから、12月12日に発売されます、はい、コードレスコントローラーのキャンペーンをお願いしたいんですけど。今回の依頼はコードレスコントローラーの PR だった。これは普通のコントローラーと何が違うんですか。こちらはですね、プレイステーション初の電波を使ったコードレスコントローラーになってます。6メートル離れていても操作ができて。6メートル、そうなんですよ。結構ありますね。そうですね、だからテレビからかなり離れてゲームできます、はい、そしてですね、この間にですね、遮蔽物があっても全然問題なく使えちゃうんですよ、はい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 、すごいですね。その他にもご覧のような特徴があります。そしてこのコードレスコントローラーの最大の特徴は、こちら双方向の、はい、電波を受信したり送信したりしてますんで。双方向、そうです、送るのと受ける方、ね、はい、あ、なるほどなるほど、はい、ね、デュアルショック2に対応してます、はい、デュアルショック2、そうですね、バイブレーション。あ、なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、はい、わざわざ訳していただき。ここでコントローラーの性能を実際に体験してみることに。あ、本当にこんな離れて、しかもコードもないのにちゃんとなってますね。はい、すごいですね。あ、ところでちなみにさっき障害物があってもつながるって言ったんですが、はい、ちょっと試してみたいと思います。はい、私は障害物に。そうです。あれ、本当に今私これやりましたよね。はい、本当につながってますよ。そうですね、すごいですね、はい、大丈夫です。いや、素晴らしいですね。わかりました。じゃあ早速我が社に持って帰って検討させていただきますので、社長に一言
はい、行ってもらえますかね。他にも楽しいコントローラーいろいろ作っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。へえ、お、すごいな、感度いいな。まあ私もそれなりに30ですから、まあ服の上からでもいろいろと感じやすいっていうか、それがまあ男を落とす秘訣の体みたいな。まあ社長よくは、さっき VTR の方でいろんなコントローラーがあるみたいな話してたでしょ。はい、それってどういうものがあるのかな。まあこういろいろ、まあこういろいろじゃねえだろ、まあいろいろあんなら持ってくるとか取材するとかしよう。行け、早く行ってこい。本当にあのクソガキは一個やったらそれで終わりだと思ってっかんな。よろしくね。いや、これ感度いいな、本当にすごい感度。もう感度感度ってお狙いですか、私の体を。また一人落としちゃった。被害者あり。病気。ゲームキューブ。味わえない感動がある。任天堂ゲームキューブ、ゼルダの伝説、風のタクト。アミ2特別プロアンリミテッドサガ攻略ハンドブック、徹底攻略ゼルダの伝説風のタクト、テイルズ2も連続攻略、新作対策大攻略。私は男にはなれないが、鬼にはなれる。新選組の誠の剣が京都にはびこる魔物を斬る。機動新選組燃えよ剣、12月26日発売。この番組は任天堂エンターブレインと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今週もファミ通より攻略本「テイルズ・オブ・ザ・ワールド」「なりきりダンジョン2」オフィシャルガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。See you next week. Bye bye.